一つの指輪一つの指輪は、JRR トールキンのファンタジー小説に登場する、架空の魔法の指輪。トールキンが創作した中津国世界を舞台とした、シリーズのうち、第一作である、ホビットの冒険から登場し、その続編、指輪物語ではこの指輪をめぐる物語が描かれる。一つ、主なる指輪、支配する、指輪、指輪の中の指輪とも呼ばれる。 コビットの冒険における主人公をビルボバギンズが偶然手にした際には身につければ姿を消すことができる不思議な指輪として登場するもののそれは指輪の能力のほんの一部に過ぎず指輪物語では最大の仇役である冥王サウロンが中津国を支配するための手段であると同時に弱点でもあるという位置づけで登場する外見上は 単純に金で作られているように見えるが、物理的にいかなる手段でも損なわれることはなく、もともと炭造された火山の亀裂に投げ込むことでしか破壊することができないとされている。同じく、サウロンが想像した貝の指輪と異なり、宝石はついていないが、単純な方法で一つの指輪であることを試すことができる。ヒデネスすると、 ひ文字で書かれたモルドールの言葉による伝承の一節が浮かび上がるのである。第二期、名王、サウロンが、エルフの金銀採掘師の力と彼の力を合わせて、彼の力を増し、かつ、ケレブリンボールとその部下がさ、ウロンの影響下で作った他の力の指輪を支配するために、オロドルインで自らこれを担造した。そのために指輪に自分のフェアの大部分を込めた。したがって、 彼は、指輪を身につけている間は、以前より強くなるが、失うとはるかに弱くなることとなった。バラドドゥーアの包囲戦で、イシルドゥアがさ、ウロン抜けから指輪を切り落とし、王家の宝とした。その後、イシルドゥアは、あヤめ屋で、多くの奇襲を受け、指輪の裏切りによって、命を落とす。指輪は、イシルドゥアの指から抜け落ち、タイガ・アンズインの川床に沈んでおり、およそ二千年後、 デアゴルという名のストア族のホビットによって発見された。しかし、デアゴルの友達のスメアゴルが彼を殺害し、指輪を盗んでしまう。結果、スメアゴルは村を追われ、孤独と指輪による延命の影響により、ゴクリという狡猾さと残忍さを伴う不快な生物となった。ホビットの冒険で伝えられるように、霧降山脈のゴクリのねぐらの近くの洞窟で道に迷った。 ビルボ・バギンズは、ゴクリが落とした指輪を見つけ、指輪の与える、不可視性が彼の冒険に役立つことに気づく。数十年後、友人である魔法使い、ガンダルフの助言に従い、ビルボは、彼の親戚で養子のフロドに指輪を与えた。この指輪の歴史の中で、初めて自発的に手放したことから、一連の出来事の連鎖を誘発し、結局その破壊に結びつく。 偶然と運命の間の相互作用が指輪物語の暗黙のテーマである。この時、すでにサウロンは彼の力を回復し始めていた。また、モルドールの暗黒の塔が再建された。一つの指輪の奪還を防ぐために、滅びの山オロドルインの火の中で指輪を破壊しようと、フロドたち9人の仲間はサケタニからモルドールに向けて出発した。純金製で、 幾何学的に完全な円に見え、この完璧さ及び純粋さはその魅力の一部であった。指輪は、つけるものの指に適合するかあるいは、それを裏切って、抜け落ちるので大きくなったり、小さくなることがあるようである。この指輪を身につけると、すべての指輪に共通した能力に加えて装着者は、物理的な領域から精神的な領域へ、部分的に変異すると考えられる。 その上でそのものが自分の意志を指輪の意志に沿わせたならば、指輪をなくす前にサウロンが持っていたすべての力を振るうことができる。さらに、他者特に他の力の指輪の所持者の意志や成し遂げたことを制御し、最終的には奴隷にすることができる。通常、最初に気づく指輪の効果は生きている人間のような物理的な存在からは見えなく、 なり、勇気のような精神的な存在からはよく見えるようになること、また、視界が暗くなり、聴覚が鋭くなることである。この、誘拐は、勇気が常に住むことを強いられた世界だが、そこは、カラクーエンディが大きな力を持つ世界でもある。したがって、クロールフィンデルは、ホルノスとの合戦で、後に避け谷のブルイネンの浅瀬で、再び魔王を止めることができた。 驚くべきことに、トム・ボンバディルはこの指輪に影響されなかった。あるいは、指輪は彼に効果を及ぼすことがなかった。これにはいくつかの解釈があるため、トム・ボンバディルの記事を参照されたし、映画、ロード・オブ・ザ・リングでは、指輪をはめると、すべてが歪んだ影の世界へ移動するという描写がある。指輪の性質の一部は、着用者をゆっくり、しかし間違いなく蝕むことである。 これが指輪の魔術として特に設計されたのか、単にその邪悪な起源のためかは不明である。指輪を制御できるほど強靭な意志の持ち主なら、サウロンを滅ぼすために用いることも可能なのだが、最初は善なる目的に使っていたとしても、最後には新たな名簿となってしまうのである。このために、ガンダルフ、エルロンド及びガラドリエルを含む賢人たちは、 一つの指輪を自分たちの防御のために用いることを拒絶し、その代わり、それが破壊されなければならないと決めた。この指輪を破壊する方法は、サウロンを上回る医療の持ち主の手によるか、指輪が誕生された際の火を用いない限り物理的には、破壊不能で、生半可な火中に投じても熱くなることすらなく竜の炎をもってしても決して妖怪しない。その人は、 モルドールの滅びの山こと、オロドルインにしか存在しないのである。指輪を破壊するための探求の物語、そして指輪の歴史の多くは、トールキンの小説、指輪物語で伝えられている。一つの指輪は普段は飾りのない金の指輪にしか見えないが、火で熱すると指輪の表と裏に火文字が浮かび上がる。これは、サウロンの燃えるような手を指輪が凍るためであるという。 カモジにはエルフの文字が使われているが、その言葉はモルドールの暗黒語である。暗黒語でなくエルフの文字が使用されたのは、ガンダルフの推測するところ、暗黒語は、聖地な細工には向いていないからであろうとのことである。名にはと書かれている。これをガンダルフが口にした際には周囲に不吉な効果を及ぼした。意味は、というものである。旅の仲間だいいにしょう。 過去の影にエルフ文字による名が示されている。この名は、火の山において、サウロンが指輪を作り出した際に口にした詩の一部で、あり、その声を遠く、エレギオンでケレブリンボールが危機賢者らに伝わったもので、ある。指輪所持者は、辞儀通り取れば、力の指輪の持ち主すべてのことになるが、むね一つの指輪を担うものを指して使われる。指輪物語本編では主に、 フロドの称号のようになっているが、ビルボや、サムギャムジーも当てはまる。指輪所持者は中津国に生まれたものであっても、エルフたちと共に、不死の国アーマンへ渡航する権利を得る、あるいはそうするより他にない。指輪の喪失によってこうむる苦痛は、この世の手段では癒せないからである。ごく短い間しか指輪を持たなかったサムは、戦争終結後も長くホビットショーに残っていたが、 最後には彼も西へ船でした。トールキンはファンとの所簡のやりとりの中でこれに触れている。それによれば、エルロンド・ガラドリエルの場合は指輪の力で帝国を築き上げ、彼らに完全に従属した司令官と強大な軍隊をこしらえて軍事的にサウロンを下すことはできるが、サウロンとの単独での精神戦を経た上で指輪を 完全に己がものとするだけの力はないため、新たな名王になることはできない。ガンダルフのみが真の競争者たりウるが、そのバランスも非常にデリケートである。なぜなら、指輪はサウロンに帰属するものだが、それ以前に、塔の指輪を握っているのはガンダルフであり、さらにサウロンは未だ完全に力を取り戻してはいない。そしてもしガンダルフが名王になったらば、 サウロンにとっては指輪を破壊されたのと等しい結果が及ぼされ、またその知性は、サウロンのものよりも、はるかに悪いものになるだろう。というのも、冥王サウロンの世界では、悪は増えるものの、善と悪はきちんと区別できるが、冥王、ガンダルフの世界だと、善すら悪と同じくに組むべきものと化してしまうのだと、記している。文学研究者、歴史学者のパトリック・カリーによると、 指輪物語における魔法の究極の象徴は一つの指輪である。カリーは後に見るように一なるものが重要であると述べている。すべてを支配する力とは第一原理のような究極の計算不可能性だと彼は言う。言い換えれば権力知識またはトールキンが魔法と呼んだものを行使することにおいて、 力の指輪は一つしか存在できず、その指輪を着用できるのは一つの手だけである。古英文学研究者、古英語学者のクリストファー・バッカロによれば、トールキンの作品はプラトン主義的なファンタジーとして分類可能だが、より厳密には新プラトン主義的なキリスト教系の神話作成体系にあたる。作品はプラトン主義的。 シンプラトン主義的な哲学における指輪や一者との類似性が研究されてきた。例えば、エリック・カッツは、トールキンとプラトンの指輪というエッセイで、一つの指輪及びギュゲースの指輪における倫理的問題の共通点を挙げている。バーリン・フリーガーは、名城しがたき者への名城、トールキンのシルマリルの物語におけるシンプラトン主義的な一つにおいて、 トールキンの宇宙進化論的語りの特徴は、プラトン的な一つの概念であると述べている。ありがとうございます。